こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では皆さんにですね、大切なお知らせがありまして、急遽動画を撮影してるんですね。この度ですね、僕はオンラインサロンをスタートさせることになりました。はい、ということでね、まあオンラインサロンと聞いてもですね、まあ名前は聞いたことがあるけど、どんなものなのかわからないという方も多いかなと思うので、今回はですね、僕がスタートすることになったオンラインサロン、メンズファッション研究所についてどんなものなのかというところをですね、少しお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ普段からですね、僕の YouTube チャンネルを見ていただいている方はですね、結構動画って長いじゃないですか。1本あたりだいたい15分ぐらいの感じで僕は撮影をしてるんですが、なかなかですね、週4本ぐらいアップしてるとついていくのが大変だとか、15分の時間を割くのが難しいという方も少なくないんですね。もうちょっと隙間時間でサクッとファッションの情報を得たいという方も多かったので、今度は僕はですね、このオンラインサロンを開催することになったんですね。こちらはですね、 DMM オンラインサロンでスタートをしているわけなんですけども、専用のアプリがありまして、そちらをタップしてもらうと、オンラインサロンを見ることができるんですね。皆さんにですね、サロンの中でどんなことをやってるのかというところをですね、お伝えをしたいなと思います。まあ、こちらの方に僕の画面を映しますね。まずはですね、オンラインサロンの専門のアプリがあるので、こちらをタップしたいと思います。はい。そうするとですね、このような形でオンラインサロンが立ち上がるわけなんですが、まあ、日々ですね、いろんな記事を僕の方でアップをしてるんですね。例えば一番最初はユニクロ U の名作 T シャツにニューモデル登場という形で記事を書いてるんですね。まあ、こちらを押してもらうと、僕のですね、だいたい1分ぐらいで読めるような記事がですね、閲覧できるんですね。普段の YouTube では15分ぐらいかかって説明しているところをコンパクトにまとめて記事を書いています。このような記事だとか、あとはですね、大人トラッドなデニムスタイルということで、いろんなこうセレクトショップの店員さんのですね、スナップなんかをしっかりと解説したような記事を書いたりだとか、あとはですね、いろんなものを出してるんですね。日々僕はですね、様々なサイトを見ているわけなんですが、おすすめのアイテムがあったらどんどん出していくんですね。そして僕だけではなくてですね、実は僕以外にもプロの執筆人が数名いらっしゃって、現役でバリバリ活躍しているスタイリストさんが様々な記事を書いてくださってるんですね。こちらではスタイリストの小林さんの記事が表示されていますが、このようにですね、僕以外の様々なテイストを持つスタイリストさんの記事も読むことができます。コーディネートの解説からアイテムの解説までいろいろやってるんですが、ちょっとですね、こちらの3本線をタップしたいなと思うんですが、このようにトピックスが様々ありまして、いろんなジャンルの記事をですね、解説してるんですね。例えばプロコーデというところを押してみると、様々なスタイリストさんのご自身のですね、スタイリング事例というところが見ていただけるんですね。まあ、スタイリスト山さんという方もめちゃくちゃセンスがいいので、この方の記事もですね、かなりファンがいらっしゃるんですが、小林さんの記事とかも見てみますと、こんな形で実際のご自身のスタイルをですね、写真で表現してくれてるんですね。で、ご自身のスタイルをどのように構成しているのかというところを理屈で解説しているようなページがあったりですとか、あとはですね、僕の YouTube の中でもおなじみのユニクロ GU グローバルワークのカテゴリーがあったりですとか、他にはですね、スーツビジカジというところで、カジュアルだけではなくて、普段の YouTube の中ではなかなかこうビジネスカジュアルとかスーツスタイルについてはあまりお話をしてないんですが、しっかりとビジネスウェアについても言及をしてまして、おすすめのアイテムですとかスタイリングについてですね、具体的に解説をしています。本当にですね、いろんなジャンルをですね、記事書いていますので、こういったものをサクサクとだいたい1分ぐらいで読めるような形で情報を出していますので、結構いろんな方に楽しんでいただけるのかなと思います。そして結構特徴的なのは、コメント欄なんかもですね、結構盛り上がっていまして、会員さん投稿スレッドというものを用意をしています。こちらではサロンにですね、ご参加していただいている方がご自身のスタイルをですね、出していただいたりですとか、買ったものをですね、投稿していただいたりしてるんですね。例えば会員さん購入品とか、そういったもののスレッドを見てみますと、皆さんが買ったものなんかをですね、実際に写真付きで出していただいてるんですね。まあ、こんな形でですね、皆さんの私物なんかもアップしながら、それぞれですね、会員さん同士でも交流できるような場所を設けているので、そのあたりもですね、結構新しいようなコンテンツになってるかなと思います。なかなかですね、普段の日常の中でファッション好きの方と出会える機会ってそんなに多くはないかなと思うんですが、
こちらのサロンの中では、ファッションに興味を持たれた30代、40代の大人の男性がですね、結構集まっていて、ワイワイと楽しむことができるので、そういったところもですね、一つの魅力なのかなと思っています。他にもですね、大山旬の定番愛用品だとか、僕がこう定番的に使っているようなアイテムをですね、しっかりと出していたりだとか、プロの私物だとか、あとはコーディネート、そして会員さん同士の交流だとか、そういったところまでもしっかりと楽しめるのが、こちらのオンラインサロンになってますので、ぜひ気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただきたいなと思っています。ちなみにですね、こちらのオンラインサロンの料金なんですが、月額770円になってまして、だいたいファッション雑誌と同じぐらいの価格帯をですね、あえて設定するようにしてるんですね。普段の YouTube では出せないようなリアルタイムのおすすめのアイテムですとか、コーディネート解説をどんどん行う中で、気軽にですね、メンズファッションの基本ですとか、普段の YouTube の中ではなかなかお伝えしきれないような内容の濃いコンテンツをですね、どんどん出してるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山旬でした。また次回の動画もお楽しみに。